はい、どうもこんにちは。初めましての方、初めまして、いつも動画をご覧になっている皆様には今回もお世話になっております。コーヒー好きな実況者のシェイと申します。のんびり伝説、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス、パート7をやっていきたいと思います。まあね、この動画は基本、まあタイトル通りね、のんびり実況ということで、のんびりとね、まあプレイさせていただきます。なので、まあ、のんびり見たい方に向けって感じですね。はい。はい、というわけで、じゃあ続きやっていきたいと思います。まあね、この上に乗っているやつに導かれながら、ハイラル城を抜けるってわけですね。もうぶっ壊れちゃったらしいですからね、なんか。多分ね、またこいつが出る。おっと、やばい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 。よし、こいつ、この大きな鳥は2回攻撃しないとダメらしいですね。なんか落ちたよ。うっそー、またこっからだし。うっそ、今のひどいでしょ。倒したと思ったら落ちるとか。あと、なんか狼の届きて、いつもより動画コメで来ていったんですけど、ダメージ受けるようなんですよね。なので攻撃をちゃんとかわしていかなきゃいけないんですよね。例えばこんな風にダメージ受けたらハートを取って回復するとか、しっかりしていかなきゃ。あー、ならない。だからなんでまた落ちるんだろう。よし、オッケー。あとは安全に行けるわけだから。嘘、そんなとこに乗られちゃあかんて。で、この先がいけないんですよね。だからこいつに声かけたはいいけど、何にも言ってくんないな。何にも言ってくんない。え、どうすんのこれ。あ、ここですね。じゃあここで、ほらほら、もう少しだぞ。Z と A を同時に押すんだっけか。はい、よし、これでいけましたね。じゃあ行きましょうか。さあさあさあ、なんかとりあえず体力回復したいな。ここじゃダメか。またルピーか。ハートハートハート出てほしい。おっと、操作ミスがひどいな。あ、これでも体当たりしますか。お、出てきた。よかった。危ない。あとはドクロを拾いまして、何も出ない。なんか敵が出る BGM が聞こえたな。あ、いるのか。怖い。危ない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 。これは危ない。さあさあさあと逃げましょう。逃げちゃった。で、戻りまして、これはどう行けばいいのかな。もうすぐだから黙って行きなとありますが、上か、これですかね。じゃあ行きましょうか。その前に木箱壊して、お、体力回復いいね。さらに体力回復。さてと、誰かがいる。合わせたやつがいるって言ってたから、あれ、てかこれオープニングに出てたやつですね。オープニングにね、出てきた、なんかね、黒いね消息をまとっていたやつが、でリンクが威嚇してるよ。まさかガノンドルフじゃないですよね。あれゼルダかな。ゼルダかな。え、でもゼルダだった。ミドナか。ミドナって誰。あ、こいつのことか。この名乗ってないや、上のリンクの上に乗ってたやつ、こいつはミドナって言うんですね。クック、覚えてくれたの。あ、読むの忘れた。思ってたのとちょっと違うけど、まあそんなもんかな。
読むの忘れた。朗読は僕の好きな実況においてね、欠かせないことと言ってもいいほど過言じゃないんで。あなたが取られていたのですね。さあ、で、ごめんなさい。なんか急に謝った。ここでどこ、ここがどこで何が起こったのか全然分かってないみたいだからさ、あんたのしれかしたことを教えてやってくれないか。黄昏の姫さんよ、クックック。え、ゼルダ、この人ゼルダ、まさか黄昏の姫様っつったらゼルダ以外に思いつかないけど。よく聞いてください。ここはかつて神の力が眠ると言われた王国ハイラルです。やっぱハイラル城が襲われてって感じですかね。しかしこのハイラルは影を支配する王によって、多分この影を支配する王っていうのは前回出てきたなんか豚かイノシシとかに乗ったやつですね。あいつかな、多分あいつがここを襲ったわけですね。黄昏の国運を顔を影の領域になってしまいました。ああ、なんだ？なんか急に始まったな。過去を振り返ってる感じですかね。なんか迎え撃ってるようにも見えるな。なんだ？あ、ゼルダ。見えてないけど絶対ゼルダだ。ほら、いやーこの部分だけでもやっぱ可愛いわ。ゼルダって可愛いですねやっぱり。いやーでもゼルダの場合は美人っていうのかな。そうです、ですよね。こいつが、いやでもなんか前回っていうか前々回かな、パート5で見た時とはなんか違うやつだな。また別のやつですかね。選ぶがよい、幸福か死か。ハイラルゼンドロ生か死かを選択を求められたってわけですね。こういう風に、てかゼルダって剣持って戦うとかあるんだ。スマブラだと全部手とか魔法とかですからね。なんだ、急に BGM が鳴ったけど、これはあれでしょ、ゼルダがさらわれるフラグでしょ。フラグだよね。ん？国民かなこれは。あれ国民、え、黄昏の国運がハイラルを追い、光を奪われた人々は魂となりました。魂、なんだ、なんかどっかで聞いたような情報だな。光を奪われた人々は魂となりましたってことは、太陽が見れなくと、太陽とか見れないとそういう魂になっちゃうという世界なんだ。そして今でも人々は自分たちが魂になったことも分からず、ただじっと影のままに怯えながら生きる存在になってしまったのです。それ魂になって死んだってことになるんですか。ならないの。結局幸福か死かって言っといて、結局 死になっちゃってるような気がするのは僕だけですかね。魂イコール死だと思ってるのは僕だけ。そして私はこの国の王女、お、ゼルダじゃん。皆さん来ましたよ、ヒロインのゼルダがね、ここで来ましたよ。
でもあれですね、なんか僕的にゼルダってさらわれて助けられてイメージがあったんですけど、なんか今回は違う感じですね。そんな悲しい顔しなくていいじゃん。私らにとっては住みやすいし、光の世界が影の領域になっただけのことだろ。ミドナ、影の魔物たちはあなたを捕らえようとし探し回っています。なぜです？さあ、なぜでしょう。クックック、もうすぐ見張りの者が来る頃です。早くここから逃げて。しかしゼルダは逆にこの狼がリンクであることを分かってるんですかね。まあ分かってるはずですよね。で逃げるってわけだけど、どこに逃げればいいんだ。いや、そう言われてもまずどこを逃げればいいか分かんない。てかゼルダ置いてけないでしょ。ゼルダ置いてけない。いや普通に考えてゼルダ置いてけないでしょ。ってことは僕のさっき言ったことは結局フラグでさらわれてしまうってわけですか。結局さらわれるのか。なんだ、なんか来たよ。もう来ちゃったよ、せっかちなやつら。見張りのやつが来ちゃったわけですね。なんだ。さて、急に外のムービーになりましたが、また出たか、ミドナーがまた出ましたね。はい、ただついていきます。くくく、ここがどこで何が起こったのか、これで分かっただろう。約束だからな、元いた場所に逃がしてやるよ。だけど本当に戻っていいのかな。何か大切なものを忘れてないかな。多分ですよね、タロたちですよね。はい、クックック、助けたい。なんならこのミドナが手伝ってやってもいいんだぞ。ただしお前が忍び落として私の言うことを何でも聞くっていうならな。まあ戻ってゆっくり考えな、クックック。お、人の姿に戻れるわけではないようですね。ただのワープでしたね。お、というわけでとある村に戻ってきました。さて戻ってもやっぱりこの姿のままか。あ、そうそう、いい、忘れたけど、無事に影の領域から抜け出してもお前のその姿は元には戻らないさ。さて、それはなぜでしょう。クックックック、またな。え、またなって助けてやるんじゃないの。え、どうなるんですかこっから。は、はい。こっからどうすんの。いや、ん、何か、ああ、そういうのか。なんか大事なものでもあんのかなって思ったら全然違いましたね。とりあえず掘ってみましょうか。またハートですね、またハートですね。もういらないですよ、そんなにハート。全部ハートじゃないですか。何の意味もないよね。あ、ねえ、で結局これからどうすんの。影から出てきた。くっくっくっ、私がいなくなったって思ってた。
あのさ、もうちょっと言い忘れてたけど、助けに行こうとしちゃって無駄だぞ。常に橋の向こうは影の領域。お前が影の魔物に引きずり込まれたように、あの先に行きたければ私みたいな影の者の協力が必要なんだ。だから結局お前は私の言うことを聞くしかないのさ。あとはお前の態度次第。口先だけじゃ信用しないからな。私はね、今自分に似合う剣と盾が欲しいんだ。この意味わかるよな、クックック。どうする、こうしてる間にも影の領域はどんどん広がっているぞ。ほらほら、急げ急げ。ミドナーが言いたいことは、剣と盾を装備しろって言ってる。装備しろとか、なんかそれ的なこと言ってる気が。なんでこんなところにこいつがいんの。ってことはすでにもう影の領域に侵食されつつあるというわけですね。ふう、まったく。ってことはさっさと戻りますか。さて、ああ夜更けですね。もうとある村も、なんでこんなとこにいる。さっきまで、あいつ何もいないし、よいしょ。さっきまで子供たちが遊んでいた場所だったのに。さて、倒しました。何もいない。よいしょ。なんかあるかな、はしごには登れないか。ね、じゃあ村に、じゃあこっちじゃない、村に行かないとね。待って、ん、リス、悪いやつやっつけてくれてありがとう。あいつら森も村もめちゃくちゃにした。村の子供たちもさらわれた。分かってる、君は悪いやつじゃない。ん、リスが何かに化けてんのか。君はとある木の匂いがするから、もし困ったことがあれば動物たちと話してみて。僕たち動物には分かるから大丈夫。ってことは、あ、誰かが化けたとかじゃなくて、単純にリンクが今狼だから同じ動物だっていうことになってるだけなのか。なるほど。ってことは動物に話しかけるしかないのか。さて、はあ、えらいことになってしまった。子供たち生きててくれよ。頼りないパパを許しておくれ。パパ、親父かこいつ。ここからどうすればいいんだ。それしか言わないな。剣と盾でしょ。何にもないようだね。てか動物とかいるかな。何もないな。うん、とりあえずなんか店に入ろうかなと思ったんですけど、入れないようですね。あ、こいつか。満月のように奥それを言うだけか。何も何の意味も。あー違うよ、剣と盾が必要だから。それらのね。うっ、なんか入れた。おお、なんか家に侵入できたんだ侵入者ですねこれも何かあるかな。特にはここにはないようですね。ってことは、こ、わかった、これの繰り返しか。
そういうことになりますね。うん。よし。じゃあ、さっきのね、武器屋の武器が撃っていたあそこにでも行きまして、そこの地面でも、おっと、探したいとこですけど、ないかな？そう、都合よくは。あ、違う違う違う。地面を掘って、さっきみたいに入り口みたいなのあればいいんだけど、おここで青ルピー。さ、掘りまして、ルピー手に入るだけですね。なんかなんもなさそう、今回。今のところは出ないですね。てか、センスばか、おおう、盾のこと、こら、声がでかい。まさか、こいつらが盾を持ってるパターンですかね。聞く。で、あの盾はまだお前の家にあるんだな。あ、上の置物にあるはずだ。そうか、じゃあすぐに取ってきてくれ。あとはわしが怪我した萌えの代わりに子供たちを探しに行く。剣を持ったあの萌えがやられたんだ。そんな眼鏡やられちゃうよ。大丈夫じゃ、まだ萌えの家に献上品の剣が置いてあるじゃ。萌え、あ、そっか、わかった、村長。じゃあ急いで取ってくるから。オカミ、バケモンじゃ、逃げるぞ。逃げた。さてと、いい話が聞けたじゃないか。クッククマヌケなやつらばっか。さて、どこから行こうかな。さてと、これはうん、夜の散歩楽しいね。あー、ヒント教えてくれた感じですね。どこから行こうって言ってもね、何もしてくんないかな、あいつ。ミドナ、ミドナが何もしてくんない。ここか。はい、行きましょう。え、ちょっと、なんで落ちる。あ、ポケモン、またわしらを襲いに来たのか。む、娘を返せ、これでもくれ。え、ちょっと待って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 、なんで、なんで急に来た。ちょっと、そんな急に攻撃を食らわされてもな。あー、くそ、またかよ。よし、いや、くそ、こいつの対処からしなきゃいけないのか。まさかこのわしが敵に回るとは。あー、くそ、ダメだ。いや、くそ、厳しい厳しい厳しい、これは無理だ、これはやばい、立て直そう。この村について聞かせてってもいいぜ。別にいい。そう言われてもな。もう、もうちょっと長くなってきたんでね、今回はね、ここで終わりにしておきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。